いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ S550 フォーマチッククーペエディション1を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所に飛び石がございます。走行距離に関しましては約2万8000キロと低走行かつ外装面非常に良好な状態を保っております。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはベンガルレッドレザーが採用されております。メルセデスベンツ S クラスクーペをベースに専用装備オプションが標準で装備された S550 フォーマチッククーペエディション1でございます。こちらのお車はエディション1ということで限定188台と市場でも大変希少なお車です。また AMG ラインやスワロフスキークリスタルパッケージ、レザーエクスクルーシブパッケージによりラグジュアリーかつスポーティーな仕上がりの一台となっております。ヘッドライトに関しましては LED が装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 4.7 リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は455馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホールが装備されており、足元からも迫力を感じる一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましても美しく流れるようなクーペデザインが採用されたお車です。またテールライトに関しましても LED が採用されており、デザイン性に優れた一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはベンガルレッドレザーが採用されております。運転席助手席気にならない程度ではございますが使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコ、スポーツモードが用意されており、サスペンションも2段階での変更が可能です。こちらのお車にはシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラマルーフが装備されており、インテリア非常に快適な一台となっております。最後に気になる車内の匂いですが、
特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2014年モデルメルセデスベンツ S550 フォーマチッククーペエディション1を紹介させていただきました。こちらの車は走行距離約2万8000キロと低走行かつ内外装良好な状態を保った1台です。美しいクーペスタイリングに数多くの快適装備が施された S550 フォーマチッククーペエディション1でございます。こちらの車に関しましては455馬力を発揮するエンジンとフォーマチックシステム7速のオートマチックシフトが組み合わさり、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただける1台となっております。またインテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカーなどメルセデスベンツの S クラスらしい数多くの快適装備が施され高い快適性を誇る1台でございます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。